昇格戦じゃ。うわ、はい、というわけで小木プロザネクストゲーム部瀬戸瑞希です。はい、同じく大野勇気です。同じく松永修也です。はい、というわけでですね、昇格戦です。んどなたの、ね、前回 FF7 リバースのイベントでやって、うん、その前に初めてね、PC に移行したっていう動画だったじゃないですか、うん、そうだね。あの時皆さんと認定戦か確かランクやったじゃないですか、うん、僕その時ルーキー3スタートだったんですよ。うん、あそこからちょっと頑張りまして、うん、配信裏でブロンズ1までとりあえず上げたんですよね。ちょっとキーマウだけで、はい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 、でちょっとなんだったら、せっかくだしシルバーに上がるこの瞬間動画にできないかなってことで、なるほど、昇格戦、まあ、ちょっと参戦やっちゃったんですけど、大丈夫です。参戦でチャンピオン、参戦以内でチャンピオン取って上がるんで、客席にもちょうどいいよね。そう取りに行くから、ちょっとチャンピオン取ろう、行くか、取ってシルバー上がってちょっとキーマー頑張ってますっていうところをね、動画で見せたいと思うんで、ちょっとお二人ともよろしく。頑張ります。お任せ。むほな、行こうか。おうよ、じゃあやるぞ。ちょっとセンチネルとボルト募集です。私はかしこ、ちゃんと戦う。ボルトだけ欲しいかな。なんだろう俺、もう円が近づくにつれたら私はウィングマン持つんで。30と、でもライト使わないから3099にしようかな。よし、やっていくぞ。ということでね、じゃあここはやっぱね、まあここはね、こうでしょう。任せろよ、昇格の本人がね。俺がやるしかない、任せてくださいよ。昇格本人が決めた場所に飛んでチャンピオンを取るっていうのがね、やっぱ動画映えですよ。心配なのはキャラコンだけ。でももうだいぶ慣れたんじゃないの。いや、まあまあまあ、だいぶね、だいぶ慣れたけど、いや、だいぶ慣れはしたんだけど、やっぱりそのなんだろうね、まあ前回の動画も見ていただければ分かる通り、慣れないところは慣れないね、突然の。あ、まあそうね。ちなみになんだけどさ、うん、こうやっぱ移行してからもう半月ぐらいかな。全然まだ、まあでもプレイ回数はまあそこそこやってるわけじゃん。なんか最初の方と比べて、まあできるようになってきたから、明らかにパッドでやってる時とこれ違うなってのは何なの。あー、中距離のエイムかな。ほうほうほう。やっぱ元から結構俺センチネルとか持ったタイプだったんだけど。そうだね、その辺がもっと当てやすくなったかな。あ、やっぱ違うもんなんだね。あれ、コントローラーって親指でしかエイムできないじゃないですか、コントロールがね、うんうん、そうだね。そう、でもマウスだとやっぱりこう腕全体を使ってやるわけだから、なんか支えてる感じが違うって言えばいいのかな。感覚がね、全然違うよね。やっぱ今までとは違うね。うん、どこ、こっち、はい、ウォールの端の方。いるね、壁張り付くイメージ。うん、あ、ここ大野さん、そこここにしよう。ここ、そっちか、オッケー。それめっちゃ見られてる、それめっちゃ見られてる、めっちゃ見られてる。ここでしゃがんで、ここでしゃがんで、ここで岩陰下る、下らない、いい、上キープでいい。ここあ、ベッチ、あそこちょっとあっち気をつけて、しゃがんで、しゃがんだら自然通る、自然通らない。よし、キチー119は周りね、左俺見てるから、ピークしてる。オッケー、はいよ。そこ入ってるんですよね、一人そこを抑えに行ってもいいんじゃないですか。俺抑えるオッケーオッケー、オッケー俺裏いるよ、こっちから来るやつ見てるからね。こっち見てるよ。あと4部隊ね、あと4部隊。79は周り、左、ナイス、ナイス、88ノック、ナイス。まだあと4部隊ね、あと4部隊いるよ、左、ナイス。残り3部隊、上行った。いや、それおまだ詰めない方がいいっすよ。まだいかんでいいっす。はいはい、ワンチャン起こせるんだったら今タッチや、あり、今タッチ。ちょっと待って、今け削ってるんで。ただセルがない、ここね、よいしょ、セルがない。じゃあそれ1枚くるよ、
やべ、ウルト吐き損ねてんな俺。この裏ね。ナイス、ナイス、いけ、うん、ナイスオーダー、ナイスオーダー、復活間に合ってよかった。やっぱ下一人抑えといてよかった。いや、ナイスナイスナイスムーブ。昇格戦って感じのムーブやったね。ちゃんと戦闘した。うん。GG。